皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ユキです。前回の動画ではデンスポーズの動画からアニメーションを作成するマジックアニメイトのローカル環境構築について解説しました。超速報でしたね。そうです。ただマジックアニメイトではサンプルで提供されている少しのデンスポーズしか使用できないので、自分でデンスポーズ動画を作りたいですよね。いろいろな動きを試したいです。本日は動画からデンスポーズを取得するためのビデオ2デンスポーズのローカル環境構築を解説していこうと思います。マジックアニメイトに関しては Windows 用のプログラムを作ってくださった方のおかげでインストールできたのですが、最近出てくる新しいプログラムは Windows ではインストールできないものが多い印象です。ビデオ2デンスポーズもコードが公開されていますが、イシューのページの中で作者さんが Windows では問題があり WSL を使うことを勧めています。 WSL って何ですか？ WSL は Windows System for Linux の略で、 Windows パソコンで Linux 環境を作って動かすシステムです。今回は WSL を使って Linux 環境を作り、ビデオ2デンスポーズのローカル環境を作ってみましょう。とても難しそうですが大丈夫ですか？私もエンジニアではないので今回が初めての使用になりますが、チャット GPT さんの助けを借りながらインストールできましたので一緒にやっていきましょう。多くの人にとっては WSL を触ることは初めてだと思いますが、この動画を見ながら進んでいけばきっとインストールまでいけると思いますので頑張っていきましょう。ちなみにこの動画では VRAM6GB の RTX3060 ラップトップの Windows11 のパソコンで最初のインストールからの画像をすべて録画しており、最後の動作まで確認していますので、幅広い方にとって有益だと思います。一度インストールすると最初からの実演は難しいので結構貴重です。前置きが長くなってしまいましたが始めていきましょう。マイクロソフトストアに行って Ubuntu と入力してください。Ubuntu が選択できますのでインストールします。 Ubuntu が WSL なのですか？ Ubuntu は Linux のオペレーションシステムです。通常の Windows では使用することができませんが、 WSL を通じて Ubuntu を動かしているというイメージですね。 Ubuntu はインストール後に開くことができますので一度開いてみます。コマンドプロンプトのような画面が開きます。この画面を使って操作するのですが、今はエラーが出ていますので、まず最初に Ubuntu を使えるようにしていきましょう。 Ubuntu を使うための WSL を有効にするということですね。そうです。デフォルトでは WSL が有効になっていませんので設定を変更する必要があります。初めから難しそうですね。私と同じようにやっていけば大丈夫ですよ。まずタスクバーの Windows ボタンをクリックして出てくる画面の検索窓に Windows の機能の有効かまたは無効かと入力して選択します。 Windows の機能の有効かまたは無効かの小さなウィンドウが開きますので、その中から Linux 用 Windows サブシステムの項目にチェックを入れます。さらに仮想マシンプラットフォームにもチェックを入れます。すでにチェックが入っていればそのままにしてください。OK をクリックするとこのような画面になり、少し待つと再起動を促されますので一度パソコンを再起動してください。再起動したらスタート画面から Ubuntu を選択してクリックして開きます。ここでは先ほどと違うエラーが出ると思います。このエラーの欄に URL がありますので、コントロールプラスクリックでサイトを開きます。概要欄にも URL があります。以前のバージョンの WSL の手動インストール手順という画面になると思います。サイトの下の方に下がっていただき、 Linux カーネル更新プログラムパッケージをダウンロードするの項目の64マシン用 WSL2Linux カーネル更新プログラムパッケージの青い文字をクリックします。ダウンロードフォルダの中にインストーラーが入りますのでダブルクリックして起動、ネクストをクリック。ダウンロードされますのでフィニッシュで閉じてください。もう一度 Ubuntu を開きます。インストールされますので少しだけ待ちます。しばらくするとユーザーネームの入力を求められますので
好きなユーザーネームを入力します。ユーザーネームを求められれば WSL を通した Ubuntu の起動に成功です。 Windows のユーザーネームと違う名前でも大丈夫です。名前を入力したら Enter を押します。次にパスワードの入力を求められます。今後も起動や更新時にパスワードが必要ですので入力して覚えておいてください。パスワードの入力中はカーソルが動かないのでカーソルが止まっていても入力を続けてください。確認のためにもう一度パスワードの入力を求められ最初のパスワードと一致したらコマンドが進んでドルのマークの後にコマンドを入力できます。バーがピコンピコンしていれば OK です。これで Ubuntu を使い始める準備が終わりました。 Ubuntu は頻回にアップデートがあるので一度アップデートしておきましょう。アップデートとアップグレードを行うのですが sudo apt とアップデートと入力して Enter を押してください。 sudo はスーパーデューの略で管理者権限で行うという意味ですね。スープデューではないですよ。パスワードの入力を求められますので入力して Enter。いろいろなパッケージの情報が読み込まれます。そして sudo apt とアップグレードでパッケージなどが最新版になります。中にはインストールの確認を求められることがありますので Y を入力して進んでください。では次に Git をインストールします。 Windows にインストールしているものは使えませんのでこちらでインストールします。 sudo apt とインストール Git と入力して Enter。SUDE になっていましたね。文字を間違えてもやり直せば大丈夫です。 sudo apt インストール git enter。 次に ffmpeg もインストールします。 sudo apt インストール ffmpeg で enter。 430MB 必要ですが良いかと聞かれたので y を入力して実行。これでインストールされました。次に新しいフォルダを作ります。このアリスアットマークマウスデイブコロン波線ドルマークの意味はユーザー名がアリス、コンピューター名がマウスデイブでこの波線はホームディレクトリの略です。ドルマークの後にコマンドを入力することができます。ホームディレクトリの中に新しいフォルダを作るときはメイクディレクトリの意味の mkdir を入力して半角スペースフォルダ名を入力。私はデンスビデオデモとしました。そしてエンター。新しいフォルダができているはずです。フォルダができたかどうかの確認ですが ls と入力すると今のディレクトリの中にあるフォルダを見ることができます。 ls と入力してエンター。青い文字でデンスビデオデモと表示されましたね。このフォルダに移動するので cd 半角スペースフォルダ名を入力してエンター。ドルマークの前に波線スラッシュデンスビデオデモとなりましたので今はホームディレクトリの中のデンスビデオデモフォルダにいることになります。ではこのフォルダにビデオ2デンスポーズのリポジトリをクローンしていきますね。ホームページに行ってインストレーションステップスの項目にコマンドが書いてありますので一番上の Git クローンから始まる行をコピーしてUbuntu のターミナルに貼り付けてエンター。クローンが始まります。このあたりからは Windows のコマンドプロンプトの作業に似ていますね。そうですね。次に ls と入力してクローンしたフォルダを確認します。ビデオ2デンスポーズというフォルダができていますね。このフォルダに移動するので cd ビデオ2デンスポーズと入力してエンター。現在のディレクトリが変わりました。フォルダのアイコンがないので馴染みにくいですがドルマークの前に現在の立ち位置であるディレクトリが書いてあります。次に仮想環境を構築します。初めての人は vmv が入っていませんので sudo apt install python 3 python 3-vmv と入力してエンター。インストールの時は前回のパスワード入力から時間が空くと再びパスワードの入力を求められますので入力してエンター。インストールされましたので Python 3-mvmvmv と入力してエンター。現在のバージョンの Ubuntu では
Python コマンドは使用できず、Python3 コマンドなので注意してください。仮想環境を活性化するために、ソース VM、bin、activate と入力してエンター。少しずつコマンドが違いますね。そうですね。慣れるのに少し時間がかかりそうですね。カッコ VM 部から始まっていれば仮想環境を活性化できていますので、進みましょう。次のコマンドは pip でインストールするのですが、pip も入っていませんので、sudo apt install python3、-pip と入力してエンター。pip がインストールされます。インストールの可否を確認されたら、y を入力してエンターで進みます。いつもの PyTorch をインストールします。PyTorch のホームページから Linux 用の pip インストールコマンドを選択して表示されたコマンドをコピーします。コマンドは Linux と Windows では基本的に同じですね。そうです。コピーしたコマンドを貼り付けてエンター。インストールにはしばらく時間がかかります。次にホームページにある Requirements ファイルをインストールします。コマンドをコピーして貼り付けるのですが、 pip ではなくて pip3 コマンドになりますので、書き換えてカーソルを行の最後に戻してからエンター。これも結構時間がかかりますが待ちましょう。インストールが終わりましたね。再びディレクトリーが出てカーソルがピッコンピッコンしていれば OK です。一部に赤いエラーメッセージが出ますが、特に問題はありませんでした。次にホームページに書いてある次のステップですが、ディテクトロン2をクローンしておきます。 Git クローンから始まるこの部分をコピーしてターミナルに貼り付けてエンター。すぐにクローンされました。これでインストールは完了ですが、一つだけ不足していたライブラリーがありましたのでインストールしておきましょう。 sudo apt install libgl1mesa glx でエンター。求められればパスワードを入力してエンター。これで全てのインストールが完了です。お疲れ様でした。起動できるかのテストを行いましょう。起動コマンドである python3 app py と入力してエンター。そうすると URL が表示されると思います。 Windows 11をお使いならこの URL をコントロールを押しながらクリック、 Windows 10ならシフトプラスクリックのようです。このようなグラディオの Web UI が開くと思います。やったー、開きました。ここに人が映っている動画をドラッグ&ドロップします。すぐに練習できるように概要欄から短い動画をダウンロードできるようにしておきますので、動画が用意しにくい人はとりあえず使ってください。そしてサブミットをクリックするとモデルのダウンロードが行われ、右側にデンスポーズが出来上がります。この作業にはハイスペックの GPU を必要としないようです。3060レイラップトップでも比較的早く作業が終わりました。今回は画像の関係で後ろの壁に映っている人の絵も取り込んでしまいましたね。実際にマジックアニメイトで使用する場合は正方形の画像でないと引き伸ばされるようですので、練習用の動画は正方形の5秒の動画にしておきました。デンスポーズをダウンロードしてそのままマジックアニメイトで使用してみてくださいね。部分中を使い終わったらコマンドや Web UI を閉じても裏側で GPU のメモリーを使い続けますので、パワーシェルを開いて WSL-shutdown と入力してシャットダウンしておきましょう。本日は多くの人にとって初めてであると思われる WSL を介した Ubuntu での Linux 環境でオープンソースプログラムのダウンロードを行いました。このデンスポーズやマジックアニメイトが使えるツールであるかどうかは別として、今後新しいツールが出現した時にも WSL の使い方を知っておくことはかなり役に立つのではないでしょうか。新しいことも怖がらずにトライしてみましょう。本日の動画はこのあたりで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。